ちゃんです。ナイスガイスガイです。今回は学力テストをやっていきたいと思うんですけど、もう、はい、普通にやっても絶対負けません。そうですよね。もうめちゃくちゃ頭いいから勝負だったの。まず一応勝負、一応勝負、対決なんですけど、でも、はい、絶対もう勝負ならないと思うんで、今回はカンニングしようです。じゃあやったー。もちろん、お二人ももちろんです。お、いいの、お二人はいい。でも、まあなんかそのプライド的にね、しないとかがあれば全然しなくていいですけど、してもいいです。いやでもどっちの見てもなんもね、なんもいうことは。そうそう、いや分からんよそれは。でももちろんあの人のやつを見るのも OK だし、はい、スマホとか使うのも全然 OK。 そっか、そのやつ見るも OK。 見るの OK です。だからヨッチはいい席にしました。ありがとうございます。あのヨッチググル力がないんで、はい、だから勉強してきてません、はい、僕は勉強してますよ、はい、でもちろんその二人は、はい、多分それでも二人はできると思うんで、あの、はい、全然隠したりするのも全然です。なるほど、見られないように、はい、もうでもとにかくそれでカンニングを何してもいいので、1位になった人が優勝でございます。それでは早速やっていきましょう。よし、それではテスト止まっていきたいと思います。はい、はい、これが1人目です。あ、いいですか。ありがとうございます。ありがち、その学校の定義式ありがち。ありがち。今回は、国数、A、シャーリー、5科目、全部100点満点。それじゃあ皆さん、準備はいいですか。はい、カニの準備 OK ですか。はい、はい、いきます。それでは、よーい、スタート。よし、じゃあ、何々、分かんない、もう分かんない、もう分からん。これはどうやって調べたらいいの。これ席、席立っちゃいけない、席立っちゃいけないやつ。席は立ってはいません。どうやって調べんのこれ。ちょっと待って。あ、さすがですね。全部まず一通り見るんですね。あ、なるほどね。さすが東大。さすが。やばい、ちょっと待って。さあ、早速イッチはスマホを使ってください。のみちゃんもスマホを使ってください。あ、なるも、あ、なるも、おっと、おー、なるはすごい。え、なになに、すごい技術を使っています。なにそれ。うわ、なになになに、まだのみちゃんはそれを喋る。ちょっとちょっと、ちょっと、あった。これカンニング力早いですか、ちょっと使うの。ちょっとちょっと、ここ県外だぞ。えおい、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 飛んでるんだけど。他の人は繋がってるんで。やばいやばい。わ、私なんか、いい感じ。かなり順調に進んでます。え、さあ、なるは、おっと、誰かに見られたぞ。やばい、やばい、ドミちゃんがすごい写真を撮ってきます。さあ、ドミちゃんがすごい撮れない、すごい。OK、Google、りっちゃんの星座は。なんで、そうなんすか。あ、人気じゃないから全然出てこないわ。おい、出たよ。え、菅井さん、何何個落ち込んでるの。え、何、1個ぐらい俺に任せる。確かに。繋がってないやつでいい。ダメ。なんで俺が繋がって楽しいの。いっぱいあるからな。すごい、ちょっと待って、ありすぎ、ありすぎ、なんでこれ。え、ない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 、なに、え、カンニングの機会がありすぎる。だいたい一緒でしょ、全部それ。そうだね、機能同じだから。いや、いっぱいあれば使えるかなと思って。だからこの人一個俺に分け与えろ。全部ないからね。全部ないからね。やばいんだよ、本当に積んでる。やばい。いや、今必死にここに Wi-Fi ないか調べる。Wi-Fi 僕知ってますよ。お、でも教えません。来た来た来た。さあ、エコトーデの Wi-Fi に繋がりました。もうスロースタートよ、俺は。これはね、いかに調べる回数が早いかどうかです。おい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 、なんて書いたよ。さあ、普通にやるだ。どうしたらいいの。のびちゃんは普通にカンニングするのが得意なのかな。そう、調べるとかいう。普通に見た、もう見る。そうです。意外と大胆ですね。やばい、ごめん。
さあ、よっちゃんなんとグッピーに電話を、グッピーに電話して分かるのか果たして分かるはず。あったさあ、出ない。あいつ出ないぞ。2階にいるのに。なるだったら出んじゃない。なるかけ、なるかけの意味だよ。もう、ごめんなさい、こんだけ無言で動画でもない。本気でやってる。すごい、本気でやってくれてます。ちょっと俺、グッピーにかけてみて。でも、この本気で勝ったらすごいよ、ここで。あ、見た。もしもし。あ、つわつだった、グッピーさん。もしもし。あ、ちょ、あの、問題解いてほしいんだけど。ちょっと、これ。あー、しゃー。これと、これと、これ。この感じ調べてくれ。残り2分。やばい。気持ちいい。あ、もうやっぱりなるわ。なるわ、順調に。マジで選べてますね。はい、これ。あ、そして、ドミちゃんも順調にカンニングをしてます。あ、このままね。何これ、なんて言うの。いや、それも全然ありですからね。え、カンニング上手だった。やー、見ちゃった。見ちゃった。レスキーが変わったね。情報入力したらホロスコープ見れるし、メールアドレス。何メールアドレスって。メールアドレス教えた方がいいですよ。メールアドレス、もう打ち込んだ方がいいですよ。やめろやめろ。電話番号はっきりさせてくれ。やめろ。じゃないと分かんないから。おい、自分の情報売らないと。残り1分。やばい。ちょっと待って、俺の指が動け。いや、その人調べてんだけど、その人出てこないんだよ。出てこない。いやいや、その人の中のその画像が出てこない。なんだって。いや、おらんぞこれ。お、なんと、のみちゃんはよっちのカンニングをしています。マジ？これ本当に？算数のさ、2問目さ、マジでミスった。え、やったんすか、あれ。問題ちゃんと読んだ、最後まで。全然読んでないっす。読んでないって何？なかった。やばいよ。もうみんなめっちゃがっかりすると思う。あれ、問題最後まで読んだら、ボンボンメンバーは何人ですかって言われた。え、そう？ 5 人なの。問題文中に登場したボンボンメンバーって。え、マジ？え、やば。だから、その、ちゃんとやればよかった。計算関係ない。うんちの計算かと思って、で、やって書いて、最後見たらボンボンメンバーは全部で何ですかって書いてあって、え、やばっていうのが、その回収されるために気づいて。あ、そうなんだ。すごい、それ。やばっ。うわ、見てなかった。それでは皆さん、お疲れ様でした。すごく頑張ってました。で、採点したんですけども、想像以上にできてました。マジ？想像以上にできてました。ということで、結果発表していきたいと思います。よし。じゃあ、まずは第6位から発表していきたいと思います。よし。やば、怖っ。B。 いや、俺 B ではないと思うんだよね。いやヨッチ書いてた。いやいや、だから両方にすごい人がいるから。確かにね、ヨッチね、すごいカンニングもあった。めちゃくちゃ見られてました。もういい、めちゃくちゃ見られてました。さあ、第6位、点数100点満点中、20点。あ、でも、まあ100点満点中、100点満点中。まあじゃないですよ。もし冷静になってる。赤の中の赤点だ。カンニングするの一番点数が低かったのは、ドミちゃん！嘘でしょ。だって冷静に考えて、こんなに見やすいんだよ。確かに。それが見やすいんだよ。本当だ。そうだよ。あらゆる資格に答えがある。一番見れる。一番見れる。でも、それがなかった。ちょっと全然調べてなかったな。そう、ドミちゃんすごい、そう。ドミちゃんは人のやつを見るだけしちゃったね。なるほど。そうやってインスタ映えを気にしてた。続いて第5位、点数26点。いや、それでもな。でも、もっと似てる気がする。
んでるの？後ろのどっちかじゃない？イッチーかなるのどっちかじゃない？結構感じた。ジョジー！待って、待って、やったー。だったらじゃあサインです。だったらサインです。俺めっちゃ素顔めちゃくちゃ感じた。あのね、なんか一個あったのが、なんかあの漢字の一番最後ワニだったんだけど、だから多分ね、あのどっちかの見たんだろうね。ワタって書いてある。おい、
それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。スーちゃんもです。